今日は4月11日の日曜日に開催する AMN 20th Anniversary のランク外予想、日陰セブンをお届けしています。淡く切なく強く抱きしめていて、溢れる頃もいいこと奪い取って、淡く気高く記憶はあなたの胸にで、そっと微笑み続ける花になって、ラブディーラー Your Believer。 箱庭はね、4月1日に発売されたのは通販限定だったんですよ。で、ほうほうほう、一般発売、お店に出たのは6月1日からなんですね。で、その時に6月1日に箱庭の発売に合わせて同時リリースしたのが1000枚限定100円の8センチシングルとして発売されていたのがラブディーラーなんです。1000枚限定の100円で、タイトル一言も書いてないのに、天の月子って書いてあって、私の似顔絵みたいなイラスト、私のイラストが書いてあるだけの100円 CD で、まあひっくり返せばラブディーラーって結局が入ってるんだなっていうのは分かるけど、まあそこからもう隠されたような存在、光を浴びれてないラブディーラーみたいなとこからスタートしていて、次は2003年に光を浴びる時期が来るんです、ラブディーラーに。それはサメのシングルの同日発売で、はい、サメはメジャーレコード店か、うん、レコード会社から、はい、ラブディーラーはインディーズから出たシングルとして、シングルとして発売されたのがラブディーラー2003っていうバージョン。あの2006にその続きに2006があって、ベストアルバムを出すタイミングが来たんです。私の5周年です。それが2006年なんです。でその時にベストアルバムを出す、 MV が全曲入ってるベストアルバムを出したんです。でその時の目玉商品としてね、やっと脚光を浴びたのがラブディーラー2006。なるほどな。でそれまでいくつアルバムが出てもどこにも入れてもらえなかったラブディーラーは、うん、ベスト版に返り咲いた。元所属事務所が撮り続けてくれた私の現場のオフショットの映像をまとめていて、この曲をね制作していた頃の現場の映像がものすごいあるんです。ものすごいあるんですよ。1時間のテープで約30本、はい、なのに、はい、なのにMV の時にバンドで演奏シーンを撮ることをバンドシンクって言いますよね。はあ、はあ、はい。でボーカルの歌ってる歌唱シーンを撮ることをリップシンクって言いますね。はい。そのね、この曲の MV のオフショット、この曲を作った頃の MV のオフショットはね、
他の曲はあるんですよ。ちょっともう一回言いますね、はいはい、この曲を制作していた頃の現場の映像は30本あって、他の曲の MV はその30本の中に、まあ、これを言ったら分かる、ちょっとピンとくる人もいると思うんですけど、他の曲の MV のオフショットはリップシンク、バンドシンクめちゃくちゃあるんですよ、はいはい、この曲はないんです。お一切ない。リップシンクとバンドシンクがね、他のシーンはあるよ、歌ってるシーンが1分たりともないっていうか1秒たりともオフショットを撮られていないというね。ということでこの曲です。いやすごい。なんかあのこの曲だけちなみにリップシンクがない理由は野外だったからなんです、この曲だけ。野外で撮影場所がで、まあ撮影がめちゃくちゃ押して。ああ、MV あるあるですね。うん、あるある。しかもでね、3時間待ちでスタートだったんですけど、あるあるで、で5曲分あるから。あ、はい。予算がね、ちょっとあの当初の予算倍かかっちゃったな。おお、うんうんうん、ってことで、はい、あの多分本当はオフショット全部撮るはずだったんだけど、はいはい、予算がなくなっちゃって、そんなこともありますか。ロケのオフショットがないんです。あ、もともと多分もう作品になってるのもロケのオフショットがないんですでは楽しみの曲の中から選びました。私はねこの曲すごいとっても大好きなんだけど、うん、このアルバムの中から仮に何かがランクインされたとしてもこの曲じゃないと思う。この曲3番手か4番手くらいじゃないのかな、人気的にはと思ってて、でも私の気持ちではあのアルバムの裏リード曲がこの曲だなと思っています。いつも脱いでしまう繕った服も靴下も締め付けるものをとかき嫌がるのが君だった。肩にも打たれてた私の重さも衣装みたいに外して